店直前、医療通信アプリの来店、家族に副店長と言い争いになり、何か自分の持ち物を捨ててほしいなどと伝えていたことも、捜査関係者への取材で分かりました。柴田容疑者が制服を脱いで飲食店から出ていたのは午後2時ごろ。小学校近くの店の防犯カメラには、パトカーや警察官が慌ただしく現場に駆けつける様子が。そして、小学校の敷地内で警察官に身柄を確保された島津容疑者。腹を撃たれて重体だということです。まあ、窓から外に出していくのね。